万々歳最低ベラ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 はい、ということで今回の企画はみゆちゃんにぎしくんから愛してるという言葉を世界中の言葉で伝えてもらいたいと思います。どういうこと？まあ簡単に言うと、今回ぎしくんにみゆちゃんに告白してほしいの。はいはい、俺もう最近告白しすぎじゃありませんか？いやだって叶わないじゃんか。愛してるよっていう言葉を、まあ日本語やったら愛してるやん、まあそれを世界の言葉で伝えてほしいの、みゆちゃんに。 I love you。 そう、まあそんな感じで伝えてもらいたいんやけど、まあ普通に恋愛ってさ、なんか今まで告白とかやったらガツガツってたやんか。うん、まあそうね。多分ガツガツ言ってもみゆちゃん折れへんってことは、匂わす感が多分好きやと思うの。ああなるほどね。だから今回はそれでちょっと攻めていきたいんですけど、はい、まあいろいろね、世界の言葉の愛してるようがあるからバレないように仕掛けていってほしいと思います。わかりました。あとさ、気持ちの込め方とかも違うから、ルナが用意したやつちょっと読んでいって。 OK! カモン！フランス語でいくよ。 OK! ジュティーン。ジュティーン。もっと気持ち込めて。ジュティーン。 OK! 次、はい、イタリア。ティアモ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 。もっと。ティアモ。 OK! トルコ。トルコ。セニセビオロム。まあそんな感じで、なんか、まあ、いろんな国にね、ベトナムとかインドネシアとかスペイン、ブラジル、アラビア語、ドイツ、フィリピン、韓国、大阪とかあるんやけど大阪あるんだ。まあなんか大阪って好きやねんとか言うけどさ、それやったらもうバレバレなるやん。まあまあそうだね。だからそれの一個手前のみゆちゃん韓国好きやからさ、サランヒヨとかわかるやん、だからそれをなんか最後サランヒヨって言って、この意味わかるって言って愛してるってことを、ちょっとね、遠回しでバッて伝えようかなと。わかりました。ルナがいなくてもじゃあいける？ティアモ。ティアモ、どこの言葉？どこの言葉でしょう？イタリア。ピンポンピンポン。じゃあいけるか。オッケー。じゃあそんな感じでちょっと本気で恋愛の愛を伝えてくる、来てください。はい。じゃあみゆちゃんを待っていきましょう。はい。まあ、みーちゃん、もうちょいで来るよね。それでは早速やっていきましょう。それでは、はい、ほんと、バモンザイか。はい、せーの、それでは早速やっていきましょう。ティアモ。はい、ということで、隠しカメラをセットしたのでね、みゆの買い出しを待ちたいと思います。はい。ただいま。おかえり。何もってなかったわ。嘘つけ。あ、言ってくれた？うん。なんだこれ。何？ここにつけた。ありがとう。やば、カプセルホテルのビッグで6000円という驚きの安さ。安いの？君の虜に。行きたい。待って、君の虜にって言っちゃった。もうね、かわいい。もうね。来年の春、私もまたこう。ミュージュテーム。やばい。ジュテームっていうさ、髪の差し絵もあったよね。嘘の？え、ジュテームだっけ？ジュテームだよ。絶対嘘でしょ。ジュテーム。でもそういうのも、セニセビオロム。シャンプー。ほら、ジュレームだった。ジュレーム。俺がミュウに言ってるのはジュテーム。あ、ジュレーム。ん？何？もう一回言って。ジュテーム。あ、ジュテームね。最近語学の勉強してんの。どうしたの、いきなり。いや、わかんない。なんかさ、なんていうの、一つのことに特化したらさ、いろんな外人とは喋れないじゃん、一つのことしてる。あ、でもね、めっちゃわかるわ、それ。だから、中途半端に、あの、すべて同じぐらい勉強してる。東京にいたら思うよね。だから、そういうのも踏まえて、ミユを、俺は、アンイエウェン。なに、わかんない。アクチンタパダム。アクチンタパダム。カテールの鼻くすいた。わかる、めっちゃ。でもコンビニでなんか買ってきてるはず。コンビニでやるの？え、ピノある？アイス買ってないよ。だってもう。でもピノ買いよ。ピノ入ってんじゃない？なかったら入ってる。わー、悪天たちなむ。ピノ買ってくるわ。マジですか？他に何もいらんやろ？いやだ、臭いやし。ごめん。いらん。でも靴下変えてんじゃん、臭いから。顔のにメイクなの。はーい、向こうに入った。いやもう。ティアモ知ってる、エグザイルの歌よ。あ、あるね。どんなタイプ？一人では違う。
それはティアモじゃないよ。え、ティアモって言ってみて。ティアモ。ティアモ、ティアモ。ティアモ。ティアモ。ヨチアモ。え、なんかそれ人の名前って読んだらいいことあるらしい、その人に。ミュヨチアモ。え、どういうこと、どういうこと。あ、あ、キスをするたびに目を閉じてるのはうひぶき、みゆうひぶき、みゆうみゆうみゆうひぶき、みゆうみゆうみゆうひぶき、うひぶき。一回したり、キシ君のそれ。キシうひぶきぶき、うひぶきうひぶき、キシうひりべり、うひりべり。イヒリベリッキイヒリベリッキイヒリベリッキルナめっちゃ雰囲気すごいとこにいるね今なんかね、でもちょっとピンクのモードになってないみんなでなんかティアモ歌ったらティアモってちょっと紫のオーラない？え3人ともイヒリベリッキってことでしょ。何言ってるの？え、なんなのさっきからそれ。だからその言語学んでるから出ちゃう。なんかもう飽きてきたそれやめて。お口とかなねえ、しつこい。次やったら左。あ、パラサ、パラサピア。おーい、今ので思い出した。おーい、あ、パラサ、パサ、パラサ、パラサ、パラ。やめて、それだけは嫌い。チサラカ、パラサ、パサピ。ピッチャナのバナナスポンタ。ガチョン、スモネ、ガチョン、ラベデム、チバラ、スモネ。なぁ、ガチョン、スモネ、ラベデム。うわぁ。ボーイに。だからブルスタバラディ。ボアニ。ボアニ。ユアボアニ。ユアユアマニ。ユアボアニ。ユアボナニ。ツルルル。大好きだ。君が大好きだ。僕は全力。マハルキタ。マハルキタ。君はマハルキタ。そしてて、ああもよちあも。何せびよろむ。I am M G T M T あも。M 字って言ってるの。 M 字改革で言ってない。ボアニ。レッツゴー。レッツゴーか。やっぱ外肉はお腹空いた。オッケー。やだ。なに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 。最近なんかマジでさ、嫌な髪の毛落ちてる。行ってきまんぼす。気をつけてね。一緒に行こうか。いや、大丈夫。毎回言うけどな。ちょ、ルナいなか、ルナいなくなったから言うけどさ、うん、ガチでメインタンハムピアカルタ、ふん。誰か雪見大福買いに行こう、今すぐ。なんでいちご味でハート型の雪見大福になったらしい、今。いや、そんなことより普通に俺は思ったことを言ってる。12月9日に発売だって。メインタンハムピアカルタ、ふん。なになになに。メインタンハムピアカルタ、ふん。なにビーチャムドハールルタ。なになに、やめて。ビーチャムドハイルタ。ねえ、頭おかしくなる、本当に。ポムラック君何トムヤムくん、トムヤムくん、ロッテは雪見大福ハートのいちご12月号。絶対買います。聞いてがちだよ。何ボンスローラインオン、オルロイン橋。ボンスローラインオン、オルロンライン橋。ボンスローラインオン。いや、わかんないよ。そういう感じね、今の気持ち的には。どういう気持ち？いや、これが最後に普通に、うん、まあ、分かる言語で言えばいいんでしょ、うん、サランヘロ何言ってんの？それだけは分かったわ。謎の愛してる、やめて。サランヘロ。いいって。全部それを伝えたかったわけだから。何が？その意味を。だ、全部その意味。分かった分かった、ありがとう。うん、今サランヘラ今言った？サランヘラって。うん。はい、ということで結果、もうサランヘラって言ってもらいました。絶対ねえ、もう本当になんか最近そういうさ、なんか意味わかんないやつやめて。ごめん、すごいちょっと意味わかんないかなって思ったけど、うん、まあ、今回のドッキリは愛しているという言語を世界中の言葉で言ったらミュウは答えてくれるのか。あとサランヘヨって言いましたから、しかもさっきから俺にめっちゃ言ってたしね、いろんな言葉で返してくれたしね。
いや、だってなんか語学の勉強してるって言ってたから。しかもルナもシカピンだからずっと言わせてたじゃん。あ、そうなの？これ名前言ってから言ったら幸せになれるらしいよみたいな。あんためっちゃ俺に告白してきたから。本当に言ってる？なんで仕掛け人のルナがいないわけ？じゃあコンビニ行った？ねえ、いつまでも自由人なんだって。あの人は本当にもうコンビニ行きました。なんなんだよ。はい、ということでですね、普通に日本語で愛してるって言わなくてもね、こうちゃんと答えてくれるという検証結果でした。まあ、皆さんもそういう風にね、告白される可能性があるんで、今のうちにね、各国のね、言語の愛してるを調べといた方がいいと思います。本当にそういう身にならないドッキリ、ドヤ顔やめて。ごめん。はい、ということで、この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしております。次回の動画もお楽しみに。バイバーイ。ジャパンを愛に、ピアモ。